こんばんは。チャート行こうよ。お疲れ様、ありがとうございます。今日はチャートリ公演ありがとうございました。チャートリ公演なんかさ、この前の配信までリングライト使いよったんじゃけど、リングライトねつかんくなっちゃったけど、じゃき今さ自然光、自然光じゃないか、部屋の明かりだけでやったんやけど、意外と全然いい感じですね。もうリングライトの寿命が来たみたい。結構オンラインお話し会が始まってすぐぐらいに買ったんですよ。やけんもう2年くらい経ったんかな、2年以上かな。3年近くか。ほえー、長らく。でも確かにこれ使う前にどういうふうにやってたかとかあんまり思い出せんぐらい、こんばんは。ね、お話し会になってもう3年くらい。早いですね。ツアーの横浜が当たりました。お、ありがとうございます。楽しみ。ツアー横浜からね始まるけん、みんな超来てほしい。一発目めちゃくちゃ来てほしいですね。よろしくお願いします。みんなどっちが当たりました？どっちがとかあるかな。昼か夜か。昼当たったよーって人、夜当たったって人。あ、昼の人が、お、両方。でもどっちか勢の人が多いですね。昼、夜、昼、夜、昼、昼。各仕事仕事頑張って来てください来てほしい。でも結構昼の人多い気がする。あ、でも夜も結構多いか。ありがとうございます。皆様楽しみにしとってください。めっちゃ楽しみだ。最近めちゃくちゃ涼しくない？え、本当にそうなんですよ。私今日この長袖だったんですけど、めっちゃ寒くて、なんか昨日からさめっちゃ寒くなった。びっくりする。ね、一気に秋だよね。私さまだ着れたらん着たい夏服めっちゃあるんですよね。ほんまにいっぱいある。うーん、し逆に秋服がない秋服なんか毎年さ新しい季節が来るたびに去年何着とったっけってなるんですよね。だってレッスン着とかも
毎年もう5年間その以前もダンスとか習っとった時とか合わせたらもう数えきれんぐらいの季節のレッスン着をすレッスン着レッスン数えきれんぐらいレッスン着で過ごした季節が多いのに、私マジでこの長袖はあったけんいいんですけど、長袖のレッスン着とかあんまり実家に置いたんかな、もうあんまなくって、あれまあってなった、うん、でも秋服だから私は冬以外冬の服もめっちゃ好きなんですけど、冬はさ考えんといけんことがいっぱい増えるじゃないですか。なんか上着との合わせとか、遠征行く時とかもなんか可愛い普通の私服とレッスン着とみたいな感じで何泊もするときに上着何個も持っていくのいけれんけんどうしようとか、冬難しいんですよね。そう、しかもめっちゃかさばる。そう、夏はねめっちゃ楽なんやけど、写真集めでたい。今日のチャートリー公演で最後にちょっと待ったでひなちゃんが発表しました。楽しみ。公演終わりにねみんなでちょっとひなちゃんを囲んで写真集撮影の時のオフショットを見せてもらったんですよ。もうなんね、もうスタッフさんとかから静かにって声ボリューム抑えてって言われるくらい、そうみんなでキャーってね言ってました。そうじゃね、STU で4人目いいですね、楽しみだ。楽しみすぎる。千穂ちゃんのわざとらしい仕草でいい報告だと思わなかったでした。え、違う、なんかいい、ほんまに聞いてほしいなんかそのひなちゃんがちょっと待ったって言った後にみんなで寂しい演技をしようみたいな、なんか卒業発表っぽい雰囲気を出してドッキリにしようみたいな話だったんよ。でもう私とみなみはその発表するのを知っとって、でサラピはなんとなく察しとって、でサーヤンとサヤカリンはえみたいな風にしようってなっとったんやけど、みんなもうなんていうの、わざとらしくしようみたいな言っとったんよ。なんかガチでやりすぎたらさ、なんかほんまに卒業ってならんぐらいの、だから私はふえーみたいな感じのそうしようってなっとって、
でも多分それぞれというか、多分私がそう捉えとったんやけど、多分他のみんなはガチの演技というかっていう風になっとって、そう私だけ私だけふえーってそうやっちゃって、やらかしましたね。その私はフェーンなんですけど、みなみはそのガチもうなんか本当に涙ちょっと出そうになったって言っとって、そのピオちゃんが卒業発表するかもっていうのを考えたら本当にちょっとうるうるしてきたらしくて、みなみはもう片やフェーンの片やガチ泣きっぽい人っていう、そうすごい異色な空間でした。そう、そう、何はともあれめでたい。チャトリ公演楽しかった。安定のハーフアップ、高めハーフアップ、そう今日ね花垂れも披露させていただきました。国際平和デーということでね、花だれチャートリーバージョン、チャートリーでやるの久々だった。ありがとうございました。ハーフアピール、歌声がよく聞こえてた、ほんまに？何気にサヤカリンが参加してチャートリーを発でした。お、サヤカリン今回がね2日目らしくて、サヤカリンは本当にね、あの家とかで予習で動画をめっちゃ見てから来てくるんですよいつも。なんかそれがなんか当たり前というかのことなのかもしれないけど、そのステージに立つことだから。でも私は本当に動画見るのが苦手で、予習とかするのが本当に苦手なんですよ、マジで苦手で。さやかりんはちゃんといつもきっちりやってくるからマジですごいなと思う。
天才自慢とかじゃなくて本当にあの公演に向けてはちゃんとしっかりやってくるんですけど、私はレッスンとかの時に私結構もうめっちゃ久々の曲とかでみんなみんな振り確認してくるような時でもなかなかそう動画見るのがね、本当に動画見るのとか自分で振り起こしするのとかが本当に苦手なんですよ。できんくて、サヤクリーム本当にすごい。しかも今回ね、その台風の日にチャート入りのレッスンがあったんですよ本当なら。でも台風でなくなっちゃって、だけど今日の朝確認、何曲か確認レッスン上でして、で会場行ってリハーサル通すみたいな感じだったんですけど、さやくりん全然久々感がなくってマジですごいって思いました。本当にかっこいい。そうよ、本当にすごい。そうなのよ。もはや髪型変えれなくなってないですか？いや、でも髪型違うのやりたいと思ったら本当に違うのやろうと思うんですけど、ライブの時は本当にこの髪型が絶好調に踊れるんですよね。なんか今までは巻き下ろしとかストレート下ろしとかが結構多かったんやけど、でも下ろす髪型好きなんですよ。でも結構さ、リップがついちゃったり、髪に顔に髪がバッサーってなっちゃったり、でもこれはね全然気にならんけんね、ほんまに気にせず踊れるし、なんかこの髪型した時いい感じなんですよね。じゃあ気が済むまでやろうと思います。そう、でもたまにちょこちょこ変えようかな。ポニーテール、ハーフアップだとねポニーテールしてる感覚になる、踊りやったら。今度2公演の時とか時間あって髪型変えれる時はハーフアップからの夜ポニーテールとかなら簡単にできそう。
そう、髪の毛伸びたんよ、ほんまに。伸びました。私ほんとにツインテール系全然やっとらんのよね、最近。1年で伸びたね。確かに、でも確かに確かに確かに、切って10月ぐらいに切ったんですよ、確か10月中旬ぐらいだったかな。やけんもうすぐ1年経ちますね。わあ、そりゃ伸びますわ。早いな、髪切って1年か。切りたくなるかな。うん、当分は切る予定ないけど、もうちょっとお姉さんになったらめっちゃショートにしたい気持ちはあるね。前回はボブぐらいだったんですよ。こんぐらい、そう、めっちゃショートはもう生きとるうちに一回はしてみたい。なんか長澤まさみさんのショートの時みたいな、ショートの時、短い時みたいな。でももう当分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 は伸ばします。千穂の断層、確かに断層したことないかもしれん。21歳の誕生日にしよう。早い、そりゃ早いな。あー、仁義なき戦いの時になんかスーツとか男性の役ではあったけど、でも髪一つくくりでここのねちょろげも普通に出しとったけんね、前髪も割と普通めで、じゃけんそこまで服装は男性っぽかったんやけど、から上だけ見たら多分普段とあんまり変わらんかったよね。じゃけんなんか本当のあのウィッグとかかぶってやってみたいな。メイクもめちゃくちゃ男性風みたいなやつやってみたい。じゃあそろそろスクショタイムしてお礼をしようと思います。スクショタイム。なんだろう。
ちゃったり。ピヨン。写真集おめでとう。ありがとうございます。じゃあ、お、タワーが飛んでくるのが見えた。釣り犬さん、タワーありがとうございます。釣り犬さん、ありがとう。クマが乗っとるタワー。釣り犬さんありがとうございます。じゃん。ありがとう。私さ、しばらく広島って言っとったんやけど、明日からね遠征になったんですよ、急遽。そう、でも豚汁飲み終わってたのでよかった。明日は頑張るぞって日なので、皆さんも頑張ってね。うん、だなんだ、豚汁とは言わない。あ、豚汁っていう地域もあるん。私、豚汁ですね、生まれてこの方。どっちも使う。あ、そうなんじゃ。豚汁、豚汁はもうね、私使ってこなかったかも。関西は豚汁じゃない。あ、そうなんじゃ。おい、地域ギャップ。うん、おい、これマニー、マリアのお化けの。お風呂でも花歌歌ってる。歌ってる。お風呂では大熱唱しとる。大熱唱しとるね。バラードが多い。バラード。
が多い。苦もないかも。でもお風呂だともう何でもかんでも歌ってますね。しっかり歌詞を見ながら歌いますガチ。しかもお風呂さめっちゃ響くけんさ、なんか気持ちいいんですよね。おえー、今日新しく車買ったよ。明日から新車で。いいですね。そりゃウキウキだ。車乗ってないね。でも車まだギリギリいけると思うよまだギリギリいけると思うんですよ。だって最後に運転してから1年てないくらいだから。そう、うん。じゃあランキングを読みたいと思います。20位ジムジムさん、19位キスマタクシーさん、18位リゾートダイバーさん、17位トモさん、16位フークラさん、15位ハイズさん、14位トップティーの和尚さん、13位トトミチさん、12位地方の歯ブラシになりたいさん、11位アッキーサラ大好きマンさん、10位キャンシーさん、9位マンスリーセブンさん、8位モヤタラさん、7位アイドウセ元気さん、ラッキーセブン、6位電化会さん、5位アポロンさん、4位バリーさん、3位ケンさん、つー41さん、つーつー、そしてそして第1位はピューヨン、つりけんさん、イエーイ、ありがとうございます。感謝の極みです。イエイ、あのクマタワーもありがとうございました。つりけんさんありがとうね。終わりギリギリ投げちゃってごめんね。全然全然嬉しいです。ありがとうございます。ありがとう。今日もちゅうちゃんが一番可愛かった、嬉しい、ありがとうございます。ということでそろそろ終わりたいと思います。皆さん今日もありがとうございました。バイバーイ。いい感じに撮れたやつ載せてね。バイバーイ。